安藤総一さんはいなべ小学校に通う3年生で、オリンピック正式種目にもなっているスケートボード競技を5歳から始めています。それからめきめきと頭角を現し、今年9月に愛知県の豊川市で開かれたスケートボードの大会フレークカップ2023中部地区大会の小学3年生以下のキッズクラスに出場。キッズスケーターの登竜門とも言われるこの大会で見事優勝を収め、全国大会出場の切符を手に入れました。スケートボードは制限時間内に様々な技を披露し、その技の難易度や表現力、スピードを競い合う競技で、東京2020オリンピックで正式競技としても採用され、日本でも注目を集めています。報告を受けた水谷俊夫町長は、優勝おめでとうございます。怪我をしないように気をつけながら全国大会の舞台を楽しんできてくださいと、お祝いと激励の言葉を送りました。全国大会のフレークカップ2023チャンピオンシップは来年1月13日に千葉県のイオンモール幕張新都心で開催される予定です。お母さんたちがいつも連れてってくれてありがとうって気持ちで、そのおかげで優勝できたっていう気持ちでした。1位から6位を目指したいです。